クリスピークリームドーナツ。クリスピークリームドーナツ。英語、クリスプクレームドーナツは、アメリカ合衆国で1937年に創業したドーナツチェーンである。2010年1月末現在、アメリカ合衆国の37州、オーストラリア、バーレーン、ドミニカ共和国、カナダ、中華人民共和国、上海、インドネシア、日本、台湾、クウェート、レバノン、 マレーシア、メキシコ、フィリピン、プエルトリコ、カタール、韓国、タイ、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦、イギリスで646の店舗を展開している。アメリカ国内の85店は直営。アメリカ国内の144店と、アメリカ国外の全店舗417店はフランチャイズ。また、タイに貿易用の子会社を有する。アメリカのクリスプクレムは、 クリスピークリームの創業者、バーノン・ルドルフとその叔父が、ケンタッキー州パデューカのブロードストリートにある、ジョセフル・ブーフのドーナツを、1933年に、ニューヨーク州バッファローのビジネスマンから受け継いだ秘伝のレシピと共に買収したことから始まった。ルドルフは、パデューカで、ドーナツの販売を始め、自転車で配達もしていた。テネシー州ナッシュビルに移転し、 家族の他のものも接客に加わった。1937年、ナッシュビルの店舗を売り払い、ノースカロライナ州ウィンストンセーラムにドーナツ店を開業してスーパーマーケットに卸していたが、後に個人客に対しても販売するようになった。最初の店舗は、ウィンストンセーラムのサウスメインストリートにある現在、オールドセーラムと呼ばれる地域の賃貸ビルに開業。クリスピークリームのロゴは、 地元のアーティスト、ベニー・リンキンスによってデザインされた。1950年代、事業は拡大され、ジョージア州サバンナなど南部を中心に展開された。1960年代には、南東部に、さらなる拡大を開始。1976年、クリスピー・クリーム・ドーナツ・コーポレーションは、イリノイ州シカゴのベアトリス・フーズの子会社となった。ただし本社は、 ウィンストン・セーラムのままとされた。1982年、フランチャイジー、加盟店のグループにより、ベアトリス・フーズから買い戻された。2000年4月に、株式公開を行いナスダックに、上場。2001年5月に、ニューヨーク証券取引所に上場返した。上場後、急速にフランチャイズ店の展開を進めたが、2003年以降は、売上が伸び悩み、 2004年から5年間で240点を、閉店、莫大な損失、3億ドルの減損、リース負債計上などを出した。2004年には会計上の問題により、証券取引委員会の調査を受けている。2000年代後半以降は、アメリカ国外でのフランチャイズ展開に活路を探っている。アメリカなどでは、末尾にドーナツをつけない、クリスプクレームの名称で親しまれている。 ドーナツは、クリスピークリーム店舗以外のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどでも販売されている。2006年6月26日、ロッテが70%、リバンプが30%を共同で出資し、クリスピークリームドーナツ、ジャパン株式会社、本社、東京都渋谷区を設立した。資本金2億5000万円。 社長には日本マクドナルド出身の高坂慎治が就任。アメリカのクリスピークリームドーナツ社、クリスプクレームドーナツ、インクと日本でのフランチャイズ契約を結び、ドーナツチェーン事業を展開する。設立後の5年間に30から50店舗の出店を予定していた。アメリカでは12個入り1箱、クーポンがある場合は2箱を7ドル前後で販売する、大衆化。 日常化したドーナツチェーンであるが、日本では目新しさと希少性を演出したブランディングにより、高めの価格設定になっている。2006年12月15日に、東京都渋谷区代々木の新宿サザンテラスにクリスピー、クリームドーナツ1号店が開業、2017年閉店。オープンデッキからドーナツ製造工程を見学できるのが特徴であった。 その後アメリカ創業法人の経営上の問題により、日本での二号店開業は遅れた。日本二号店は2007年10月12日に、有楽町駅前の有楽町いとし屋において、開店した。その後は、川口、立川、船橋、渋谷、越谷、や、川崎、横浜などにも出店している。2010年には、名古屋、大阪、 京都と関東地方以外への出店を開始した。2011年2月には、博多駅の駅ビル新装に伴い、同ターミナルビル複合商業施設内にも出店した。2013年4月12日に、オープンの大型商業施設 m a r k イズ静岡内のテナントとして、静岡へ初出店した。2016年に、日本進出10周年を迎えるのに合わせて、 事業計画の見直しを行い、経営資源を三大都市圏に集中させる。これに伴い、閉店する店舗が増えてきている。2016年1月31日で、アミュプラザ博多店、天神地下街店、マリノアシティ福岡店の3店が、同3月21日で、北九州市内の2店が、同時に閉店し、これにより、福岡県から全ての店舗が撤退となった。 また、同2月21日で、広島アルパーク店、夢タウン20日市店が閉店し、広島県内から、7月3日、有り倉敷店が閉店し、岡山県内から撤退となった。また、2018年3月25日で、静岡県、9月2日で、大分県、10月28日で、鹿児島県からも撤退となった。 さらに、2019年2月28日で、ピエリアマ店が閉店することが公式ホームページで決定されており、滋賀県内からの撤退も決定している。京都府については、2016年2月28日で、市場カラスマー店が閉店したため一度は空白地帯になっていたが、2019年2月15日に、ことか市場店として再度出店している。 社名のクリームがクリームではなくクレムとなっている理由についてはアメリカ本社にも知る者はいない。創業者のルドルフがフランス人シェフからレシピを伝授された時にこの名前がついていたためこれをずっと使い続けていることによるドイツ語のクレム、クリームが語源という説もある。クリスピークリームを代表するドーナツとして1937年の創業時から提供されている ふんわりとしたイーストドーナツの表面を砂糖でコーティングしたオリジナルグレーズドアル。1個あたりの高表熱量は7 9 5ール、1 9 0カロリー。その他にドーナツのメニューは14種類が用意されている。法的規制のあるアメリカ合衆国のクリスピー、クリームではトランス脂肪酸を多く含む油脂は使用されておらず、公式ホームページやパッケージに 0ズとラファットの表記がされている。なお、日本のクリスピークリームドーナツの公式サイトによると、オリジナルグレーズド、1個あたりトランス脂肪酸は、約0 2 3ムと記載されている。日本で販売されているオリジナルグレーズドは、アメリカの規定に則っとると、トランス脂肪酸フリーに相当する。2011年1月30日現在では、直営85点。 フランチャイズ五561点、総計六百四十六点が営業している。二千十一年一月末現在、直営八十五点、フランチャイズ百四十四点、計二百二十九店舗が営業している。出店店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、ローケーション数を参照。二千十二年十一月時点では、ブリティッシュコロンビア州一店舗、オンタリオ州三店舗、 ケベック州2店舗が営業している。出店店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、ローケーションズを参照。2019年5月1日時点では、北海道2店舗、埼玉県4店舗、千葉県5店舗、東京都15店舗、神奈川県5店舗、岐阜県1店舗、愛知県5店舗、滋賀県1店舗、京都府1店舗、三重県1店舗、大阪府5店舗、 兵庫県2店舗、計47店舗が営業している。出店店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、店舗情報を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。